本当にキヨキヨさんには失望しました。今ね、映ってる画像、これ、先日キヨキヨさんが上げた動画のサムネイルなんですけれども、本当にこれはもう人の容姿を、だって顔面巨大罪って、人の容姿をそうやってバカにする。ちょっと人より少しだけ顔が大きいからといって、顔面巨大罪って、もうこれはね、全面戦争ですよ。プレゼント企画、やってます。どうも、トーゼルです。はい、ということで本日もこちら、クラッシュロイヤル、お送りしていきたいと思います。さあ、ということで、キヨキヨさん。もうね、年末年始から2019年も、ドズキはバチバチですよ。というところで、この彼はもうやらかしました。もうサムネイルでね、私のことを顔面巨大罪と、言われまして、さらに一番腹が立つのは、動画の中で全くそれに触れていない。顔の話1ミリもしてないのに、ね、サムネイルでは顔面巨大罪、最後まで見てしまったわ。といったところで、本日はですね、キヨキヨさんにさらに差をつけるべく、今日も、ね、トラゲやっていきたいと思うんですけれども、キヨキヨさん結構上がってきてて、5100ぐらいまで来てました。さっきっていうか、この前動画撮った時は4800ぐらいだったんですけど、300ぐらい上がってね、5200近くまでやってまいっておりました。ということで、私もですね、5800にもバシッといったろうと、差をつけてね、追いつけないようにしようといったところで、本日も、こちらゴーレムデッキを使ってやっていきたいなと思います。まあ、正直、キヨキヨさん、スパーキー使い始め、解禁したんで、スパーキーがね、2019年解禁されてしまったので、こっから一気に追い上げてくる可能性もありますからね、頑張っていきましょう。さあ、といったところで、ゴーレム、やっぱね、一番こう使ってて楽しいのが私はゴーレムなんですけれども、また気合い入れていきましょう。最近やっぱスケフリーとか多いですからね、スケルトンラッシュ、フリーズ、あとバルフリーとかね。フリーズがとにかく怖くて、これはローリングにはローリング、なんかユニット出してくるかな。なんか重量級の動きではないですね。 OK、 スケルトン部隊、スケブだとわかんねえな、まだ。ローリングとスケブ。メガゴー。いや、わかんない。ジャイデッキかな。それこそ、ジャイスパ？ジャイスパ可能性あるよ。ジャイスパ可能性ある。あー、ジャイ来た。さらに相手メガゴーのレベルが1個低い。ということは、うまい族ですね。ここのトロフィー隊で。うわー、ジャイスパ来た。キヨキヨさん来た、キヨキヨさん。キヨキヨさんが、キヨキヨさんが来た。くわ、負けたくねえ。負けたくねえ、マジで。ここちょっと、ダクネちゃん、ダクネちゃん、オッケーオッケー。ダクネちゃん頑張って生き残って。いや、強えな。オッケー。一発、ナイス。いやー、ちょっと入らなかったですね。しかも、この後の普通にジャイアントが怖いんだけど。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ちょっと待ってよ。はいはい、ローリングと。いや、でも相手ここでジャイスパ作ってくるでしょ、後ろから。やばい、これはやばい。で、ジャイアント前から来るんで、これゴレ足したらな、スパーキーの餌食だしな、割と本当に嫌だ。あー、でも後ろから、オッケーオッケーオッケー。後ろからなら、またちょっと、こっちも後ろから作らせていただきつつ、はんはん言ってるけどな、スパーキーが本当に嫌なんだよな。よしよし、この一撃はでかい。スパーキーのあの、いやらしい位置。で、ここで、また私が、あれを出すとあれでしょ。あれ、あー、やばいやばいやばい、これあかん、これあかん。うわー、マジか。うお、ザップで飛ばされて。ちょ、待って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 、ジャイスパにやられるのだけはこの動画ではあかん。この動画でジャイスパにやられるのはもうほんとネタ動画になっちゃう。よいしょよいしょよいしょ、止まれー、よいしょ。いやー、あかん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 、あかん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 、あーあーあー、タワーに入った、タワーに入った。ああ、ちょ待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もう嫌だ、本当に嫌だ、本当にスパーキームカつく。ああ、ちょ待って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 、ああ、終わった終わった、この世の終わり、この世の終わり。セカオワ、セカオワ、これセカオワですわ。ああ、くそー。ボコボコにされている。だからジャイスパ嫌いなんだよ、本当に。もう嫌だって。もう、あー、なんとかキングが死守。くそー、これがキヨキヨの手下か。キヨキヨの手下にやられた。くそー、ちょっともう、全世界の、あ、カムカムフレンズのいちごさん、よろしくお願いします。全世界のジャイスパを私が駆逐してやる。
そう、悔しいな、マジで。マジ悔しいな、今の。何が悔しいって、1ミリもいいとこがなかったことですよね。手下、よしよし。これは、オッケーオッケーオッケー。でも、タワー受けですよな。男は黙ってタワー受けですよな。あ、これやばい。これちょっと待って。何がやばいって、ダクネが抜けそう。大丈夫か。あー、ダクネ抜けちゃった。最悪。今たまに行っちゃうんすよね。そのサイドにいるディガーとかに今ダクネさんが完全にあれしましたね。目移りしましたね。さあ、ここは細かい系が多いこのデッキとはいえ、ギャングを割いた後アウトローいるんか。アウトローいるのは誤算。ちょっと陸受けなくなるかなという期待して、やりゴブしかないかなと思ってのあいつでしたが、まあでもだいぶ大ダメージ食らわせて、オッケー、ナイス。ランバーはね、本当に優秀で、ランバー1枚入れることによって、相手が陸受けないとき、もう本当に陸のユニットがないときに出してあげると、めっちゃ働いてくれるんですよね。さあ、ディガーできても、コウモリできても OK。ベビードラ伯爵はやっぱ優秀ですな。なんだかんだ。ベビードラくん優秀。で、ここで多分逆サイド、こっちにディガープラスコウモリなんかで来ると思うんですが、これもなんか適当にトルネードでも刺して、これもローリングバーバリアン刺して、オッケー、捨てない、ここは捨てない。なぜならば右で形作っても迫撃砲が結構防衛力が高いんで、ここはもう相手に防衛コスト使わせれば勝ちのフェーズですね。防衛コスト使わせて、オッケーオッケー。相手はこれ左にまたコスト重ねたいんで、オッケー、完璧で、アウトロー来たらポイズン。よし、完全にここは思い通り、計画通り、ここはもう抑えて、よし、ここでディガー使わせたのはでかいな。相手攻めカードがなくなってギャングサイト後なんで、ここはローリングバーバリアン使ってあげて全く問題なし。でもちょ待って、右が結構入ってるな、右結構痛いな。ここはゴレダクね、もしロケットを持っていて右落とされたとしても、今あれがないんで、相手迫撃がないんで、これが受けれないと。さあ、ドロッとやって OK、 グッドゲーム、ありがとうございます。いやー、でも1戦目のジャイスパに負けたのがちょっとまだムカついてますね。どんだけ引きずるんやって話ですが、いや、いいんです。3戦目いきましょう。忘れよ、嫌なことは忘れる。人間ってうまくできてて、こう、なんだっけ、嫌なことは忘れるように脳ができてるんですけど、全部忘れちゃうと学習しないから、なんかいいバランスで7対3ぐらいで残しとくらしいですね。そう、いいことが7、あ、6対4だったかもしれない、なんか、いや、7、3ぐらいかな、7、3ぐらいで、いい思い出が7、悪い思い出が3ぐらいで、脳みそが勝手にね、保存してくれるんだって。よくできてるなと思って。悪いことの記憶がなかったら、人間調子乗ってみんな絶滅するじゃないですか、おそらく。なんか俺ならできるとか言い出して。あぶねえ、今ギリギリテスラ来るな、右テスラ。この位置だったらもう追加ユニットなしかな、悩むな。おーおーおお、ゴリゴリ来るね。クロスボウ対決の時は、クロスボウ VS ゴレの時は、もうどっかのタイミングで一本降りに行かないと、結局受けて受けてだと自利品になっちゃうんで、いや、もう自利品だわ。もう自利品だけど、後ろからなんか出してくるかな、後ろからアイスゴレとか出してきて、はい。それに合わせて、ゴレがいないからな、次の受け結構警戒ですね。ここでこうやって、でおそらくなんかアーチャーとか細かい系で OKOK。 ここはちょっとねコスト使いすぎだけど、ゴレでまだ逆サイドつける手札じゃないので、まあ、一旦厚めに受けましたが、いやー、ちょっと使いすぎたし、アーチャー残った最悪きついなー。おーおーおお、ここをちょっとベビードラ使わざるを得なくて、うわー、結構来るな。相手やり手ですね。クロスボウでも守りが硬いクロスボウの使い手と、もうゴリゴリ攻めてくるクロスボウの使い手いると思うんですけど、これはもう完全にゴリゴリタイプですね。
ここはもうクロスボウ来ると思うんだけどな。一旦後ろから行くか。オッケーオッケーオッケー。さあこれはいいファイボじゃぞ。相手のファイボがそんなにクリティカルじゃないので、あ、ランバージャック入る。オッケー、おいしいおいしいおいしい。このランバーはおいしすぎる。いいね。相手焦ってここにコスト使うんで、ゴリゴリ系ゴリゴリ系。もうこのゴーレムの体当たりと、オッケーナイス。ここにテスラ使わせたのもでかいですね。こうやって1回ペースを崩してあげると、もうこっちのゴーレムペースなん で相手としたらオッケーオッケー、守るしかない。ただこの防衛が硬いのがね、このクロスボデッキの嫌なところなんで、相手のファイヤーボールがこの後飛んでくるんですが、このファイヤーボールはクリティカルに打たせないようにユニットは重ねない、いつでもファイボで仕留めれるようにしてますね。相手ポイズンで削ってしまうような気持ちでいかないと逆にやられちゃいます。無理に形を作らない。 OK、 さあ、 あと次の2周ポイズン回して終わりかな。さあここはちゃんと分厚めに受けていくよ。 OK、 おいしょ。いや痛い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 けどしっかり受けていく。いや相手すごいっすね本当に。あそこから逆転のこう形を作ってくる。クロスボウ使いさすがでございます。これワンチャンやべえな。右アーチャーがこう来たところで左、やばいやばい。これちょっと不安な空気、不安な空気。不安ですね不安ですね。大丈夫か。あと一撃でも右入ればあれなんだが、さあなんとか。オッケーオッケー、今のクロスボウの処理美味しい。さあこの後ベビードラ一発も入れさせてくんないよな。もうポイズンからのポイズンでいこう。ポイズンからので次のポイズンで終わりなんで、こっちとしてはこれをカッツリ受けて、おいしょ、オッケー。さあ相手ももうゴーレム来るの分かってるんで、ガッツリ受けですね。いやーこれ次のポイズンまでいけるかな。時間的には十分あるから落ち着いていこう。ローリングッドされて、わあこの場合もいい、うまい。やべえぞ。さあレイジ状態頑張れ。よし止めた、ナイス。さあポイズンでフィニッシュですね。グッドゲーム、ありがとうございます。よし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 。まあクロスボウ対クロスボウはね、本当に今みたいな感じで状況判断がめちゃめちゃ難しい。一手のミスで一気にね、トロフィーじゃないよ、一気にタワーを折られることもあるので、まあここら辺も、立ち回りいろいろやっていきましょうといったところで、2019年まあ初の、ゴーレム動画でしたかね。またね、ゴーレムと共にいろいろなこう伝説を作っていきたいなと思っているんですけれども、今年どうしようかな。ドズルの方は展開はもうとりあえず行ったので、展開にまたね、どんどんいけるような実力をつけていくっていうところと、またちょっと新しい目標があるといいと思うので、何かしら考えていきましょうといったところで、じゃあ本日の、動画はこんな感じで終わりたいと思います。また、キヨキヨさんにね、バカにされちゃうかもしれないので一応補足したけど、キヨキヨさんとはめちゃめちゃ仲いいですからねたまに心配してくれる方いますけど、めちゃめちゃ、仲が良くて、で、あれしてますから、不戦の約定を結んでますから、不戦の約定っていうか、まあ、お互い、どんだけいじってもいいっていう約束をしてるんで、その上での、まあ、バトルと、言った感じでね、今後も、キヨキヨさんとは仲良くバチバチしていきたいなと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。